実はあのユダヤ人のコミュニティではあの男の子は13歳女の子は12歳が成人の年なんだそうです。これはあの古代から現代に至るまで変わってないそうなんですね。で あの日本のように自治体が主体になったこう大きい盛大な成人式みたいなものはないんですけれどもあの親族とか友人が集まってあのその子のための盛大なパーティーをするそうですであの12歳の少女や13歳の少年ではあの成人式を迎えたといってもあのもちろんお酒は飲めないしタバコも吸えないし車の運転も結婚もできないし選挙権もありません 法律的には何も変わらないんですねただし、男の子は13歳になると「えー、トー,ラトーラって分かりますか旧約聖書の最初の5つですね「モーセ御書と呼ばれるそうなんですけどもこの最初の5つを直接読むことが許されるようになるんです。 逆に言うと、それまで直接読めないんだっていうね親からこんこんと聞かされるだけなんですけどもその盛大な成人式の前になると少年はラビのところに行って籠の勉強をしてそこでユダヤの社会で大人になるとはどういうことかっていう大人としての振る舞いというのも教わるんだそうです。そういうわけで宗教的あるいは社会的に123歳というのはこの一人前の大人と見始められる まあ、年齢なんですね。あのー、今日の箇所、12歳のイエス様が出てくるんですけど、な,なんでそのじ12歳なのかなって、あのー、これを知らなかったもんですから、私はちょっと不思議だったんですけれども、あのユダヤ人の方々にとっては、節目の,、ね、の年齢なんですね。子供から大人への ちょうど節目におけるイエス様から私たちはどのようにそれぞれの人生の途中を歩んでいくことができるかっていうのを今日はね学んでいきたいと思いますそういうわけで今日のタイトルは子供から大人へ途中の歩き方ということで、ね、こ,のこのスライド見てください、これこれれピンとくる人は、ね、30代以上なのかなっていうことが判明しました。あの 今は、ね、SNS で何でも調べられるんですけど、まあ、そうでなかった20年ぐらい前ですねバックパッカーはみんなこれを持って海外に出かけていたという日本ですごいポピュラーなあの海外旅行のためのガイドブックなんですね、「これをそうなんですよ地球の歩き方」っていうシリーズで地球の歩き方社ていう会社があの出しているガイドブックなんですけど。そうね、地球の歩き方 今日のタイトル途中の歩き方、ダジャレになってるという <laughs>、はい、これダジャレになってるんだわーって言ったら、ですねビクトルが、ね、いい感じに作ってくれて、もう感謝です、本当にね、きょうね、あのー、たくさんのスライドもあのこの地球の歩き方風にあの作ってくれてますので、そこもお楽しみに、はい、していただきたいと思います。はいでは、えー、お祈りいたします天皇お父さん神様 えー、今日もここに 神のから家族としてそしてキリストのか一つの体の一部分としてそれぞれがここに集まれることを本当にありがとうございますイエス様今日も家族全員の健康を守ってくださり心を守ってくださり経済を守ってくださっていることありがとうございます私たちみんなとそれぞれ途中を歩いていますけれどもあなたがいつも完璧にしてくださっていること感謝します今日はそれを数えて感謝できる日になりますように、えー、また多くの働き人が、えー、この ヒズコールにもたくさん増し加えられてまた多くの人々がまたこの教会に集うことができるようにどうぞヒズコールチャーチを大いに用いてください今日のメッセージもあなたが語ってくださいすべての思い患いをおいだれして愛するキリストあなたのお名前によってお祈りいたしますすででではですね早速ルカによる福音書2 52章の41節節から52節を読んでいきます。 さてイエスのの両親はは祭りには毎年エエルサレムへ登っていたイエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために上京したところが祭りが終わって帰る時少年イエスはエルサレムに居残っておられたが両親はそれに気づかなかった。 そして道連れの中にいることと思い込んで一日中行ってしまいそれから親族や友人の中を探し始めたが見つからないので探し回りながらエルサレムへ引き返したそして3日の後にイエスが宮の中で教師たちの真ん中に座って彼らの話を聞いたり質問しておられるのを見つけた聞く人々は皆イエスの賢さやその答えに驚嘆していた 両親はこれを見て驚きそして母が彼に言ったどうしてこんなことをしてくれたのですかご覧なさいお父様も私も心配してあなたを探していたのですするとイエスは言われたどうしてお探しになったのですか私が自分の父の家にいるはずのことをご存知なかったのですかしかし両親はその語られた言葉を悟ることができなかったそれからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき彼らにおつかいになった 母はこれらのことを皆心に留めていたイエスはますます知恵が加わり背丈も伸びそして神と人から愛されたということですアメン。さあではね、えー、早速1つ目のポイントに行きたいと思います、はい、子供から大人へイエス様の途中の歩き方どのようであられたが1座って教えを恋学ぶおお 引っ張っ張ててきてくれまました <laughs> ありがとうございます、えー、リビングバイブル訳ではこの46節ですね神殿にいた12歳のイエス様の様子がちょっと違う感じで訳されてるんですねなんと神殿で立法の教師たちを相手に難しい議論をしていたのですで取り巻く見物人は皆イエスの知恵と答えに舌を巻いていました なんかこの役だとなんとなく大人たちと対等に話をしたようにもまあ読めてしまいますよねこうあの何かに特別引秀でた子どものことを振動とか言ってまあ褒めはやし立てることありますけれども私もですねあのこのリビングマイブルで読んでたときはですねまあ神様の子供だからそうでしょうねぐらいの感じで結構さらっとあの読んでたんですね。だけど語では 真ん中に座ってて教師たたたちの話を聞いいりり質問していたとあります日本のキリスト教会におけるプロテスタントの重鎮に加藤恒明先生とおっしゃる先生がいまして現在92歳その先生はですねあのメッセージの解説書をたくさん出版されてましてでその中で加藤先生はまずイエス様のこの姿勢 勢ですねにあのご注目されました両親がイエス様を見つけ出した時イエス様は宮で教師たちの真ん中に座っておられたんですね。ルカの福音書10章に登場するマリアも座って御言葉に聞き入っていたとノートにもあの載せていただいています。このの座っってておられた姿っていうのは おを学ぶ者の,の姿勢ですと加藤先生は言われましただからですねイエス様は大人たちと対等に議論していたわけではないんですねむしろイエス様は彼らの話を聞いたり質問して熱心に教えを請うていたとそれはですねこのいわゆるヒアリングしてアスキングするようなものじゃない。うんふんへえそれでっていう感じじゃない そういういい感じじゃないリスニングしてクエスチョニングする感じ。はいはい、えといいますとみたいなそういう感じね,ねこの、この熱心さ、全然違う、ね、こっちの方です、ね、ルカはそのことを知っていたからこそ大人たちではなく教師たち。 教師たちの真ん中に座っていたと、教師たちという言葉を選んで使ったんですね。これは、全知全能の神様であるイエス様が人間の教師たちに教えられたことがあるっていう驚くべき事実です。それをあの加藤先生は指摘されているんですけどもまあ世の中は聖書と違う価値観がはびこっていますよね。人は どんなことにとらわれやすくそして何を気にして生きているのかで人間であるとはどういうことなのかこう全知全能であってイエス様はすべてご理解されながらもご自身で体験してくださったんですよねそう学ぶという行為そのものも体験してくださってるんです、ね、授業が眠い学生諸君それをイエス様は経験しているかもしれない <laughs> <laughs> ね熱心に教えをこいましょう <laughs> ねそしてねこの父とよ母と呼べるこの人間のところに赤ちゃんとしてお生まれになっていろんなことを教わるそのプロセスも全部体験されているですねこの人間の最初から最後までを自ら体験しその道を通ってくださった神様が イエスキリストなんですねこれすごいですよね、えー、ピリピの二章六から七節がノートの二ページ目にあるんですけれども、はい、キリストは神であられるのに神,て神としての権利を要求したりそれに執着したりはなさいませんでしたかえってその偉大な力と栄光を捨てて奴隷の姿をとり人間と同じになられました もうすごいことですよね、私たちはこの謙遜なイエス様の姿に見せられていきたいものです。はい、とはいえです、ね、もうすぐ大学生は卒業、えー、あるいは就職、そして新しい部署に配属になる方もおられて、ね、大人は、えー、大人になればなるほど忙しくなる。 忙しくなると聖書を開いて神様と親密な時間を過ごすことが難しくなる場合もある、ね物理的にの祈ることはなんかすぐもういつでもどこでもできるんですけれども学ぶってなると何々しながらっていうのはちょっと難しいですよね。 あの私もご飯作りながらあの YouTube のメッセージ聞いたりしてるんですけど結局、やっぱ聞いてないっていうかね結局なんかあもう終わったのみたいな戻る,戻る戻る戻るみたいな、ね、ほぼ聞いてないみたいなやっぱながらはねち,ちゃいますよ、やっぱ聖書はながらはちゃいます,です、ねあのー、でパパッとググればねもう何でも出てきちゃう,もう答えが何でも出てきちゃう、えー、この聖書所どういう意味だろうってググるみたいなね。ね もうそうすると、どっかの先生があのメッセージをねあのホームページに上げてくださっていて、へえーとか言って、全然精霊と交わることなく理解しちゃうみたいな、あれみたいな感じでね、本当にそういうこともあります、ね。 なので自分のコンディションとか置かれた状況が苦しくなったときに初めて聖書をねうー、どこなのーってこう開くみたいな感じでそのときようやく真剣になるっていうことも、ね、大人にはねあると思います、ぶっちゃけた話、ね、そういったことを責めたり、えー、正そうとしたいわけではありません、私もそんな時がありますし主は私たちのその弱さをご存知です、ね、そして場合によってはた私たちが陥りやすい罪のことをご存知です。ね、感謝 でも、イエス様はどうだったのか座って教えを恋学ぶ謙虚さがありました謙虚さを失うと忙しさに負けてしまうんです、ね、私はここに残りますと両親に言うのを忘れるほどイエス様は夢中になりましたそしてこのことこそ自分が今すべき最も重要なことであると言う情熱によって 熱心に学びをしし続けましたこれは天なる父の神様が自分の中心になければ湧き上がってこないパッションですよね、はい、この謙虚さを持ち続けたい、はい、でも次ポイント2当たり前のように天の父の家に住むと。 イエス様は探しに来た漁師に向かって49節私が父の家にいるはずのことをご存じなかったのですかと言われました、えー、加藤先生はですね神の言葉を聞き学ぶことは義務でも責任でもなく当然のこと自然なことであるというふうに、まあ、ご自身がイエス様ご自身が示されたとあの解説されていましたググったわけではありません永井先生から教えてもらいました。<laughs> <laughs> の加藤先生は、ね、こと葉,、ま、葉を学ぶことによってこそ、主イエスは父なる神の家に住もうとしておられたのでありますと解説されています。ね、主なるこのイエス様の神の神家に住む この神の家に住みましょう今日のワーシップの中でも神の家っていうイエス様の家っていうワードが出てきたんですけどじゃあそれがこう具体的にどういうことなのかっていうと御言葉にこにどっぷり使うような学びをするっていうのがこの神の家に住むっていうことなんですよと詩編にはこうありますあなたの家に住み常にあなたを褒めたたえる人は幸いです だから住むということは旅館とかホテルみたいに時々滞在する場所ではないってことですよね。行ってきますと言ってそしてただいまとそこに帰るそれが住んでる場所自宅家なんですよね私たちは聖書のことをこうやって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 読まなきゃいけないって思いすぎてるかもしれません。 ワンパターンで続けているかもしれないどれだけ忙しくなってもそこから出て,てそこに帰る行ってきますただいまって帰ってこれるそれを当たり前に行える方法が必ずあります朝歯磨きや顔洗うのを忘れないのと同じようにです ですからその方法は一人一人違うはずなので精霊様に尋ねてみてください、その方法をもワンパターンでなくてもしかしてあなたとの関係聖書の読み方を変えるべきですかもっとどうしたら親密になれますかと精霊様に尋ねていただきたいんですねこの季節が変わるこのシーズンだからこそぜひそこに真剣になっていただきたいと思います。 聖書にもこうありますヨハネよ14の26しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと。はい、なので、ですね途中の歩み方それはですね時と場合に応じて聖書の読み方聖書の親しみ方をバージョンアップしていくそういうことですね。 そして3番、もう3番です、神のことをするえこの49節ですね、父の家にいるという御言葉はルター薬では、私は私の父の事柄の中にいると書かれます。別の英金定訳っというのもあるんですけれども、私は私の父の仕事をしている。 と訳されているんですねあの実は原文のギリシャ語には「家」という言葉は含まれていないそうなんです家っていうのがむしろ「意訳なんですね父の事柄の中にいるとか父の仕事をしているっていうのがまあ原文の意味なんですこの父なる神の仕事をするその生き方とはどのようなものでしょうかこのことも イエス様から学ぶことができますそれはです、ね、その後の箇所ですすねそのの後箇所イエスは両親と一緒にナザレに下っていき彼らにおつかいになった父なる神の仕事をするその生き方とは行くべきところに行きおつかいすべき方におつかいするという生き方です。 のイエス様はご自分でもナザレ人イエスと言って自己紹介されたこともありますし人々からナザレのイエスと呼ばれたこともありましたそうなんですけれどもヨハネの一章に出てくるナタナエルという人がいるんですけれども彼はピリポからイエス様のことを聞いた時にナザレから何のいいものが出ようかと言ってですねばかにしたんですね。 使徒の二十四章でもパウロがナザレビトラの異端の頭と呼ばれていて当時のイエス様を信じる人たちをあざける表現としてこのナザレという地名が使われていたことが聖書を読むとわかりますユダヤ社会では旧約聖書が価値観や物事を判断するときの,のベースになっているんですけれども だからこそこう冒頭にも話した通り、こり政治になるときに旧約聖書をこうみっちり勉強するんですが実はナザレという地名はですね旧約聖書に1回も出てこないんですナザレっていうのはガリラヤ地域のまあ北の方のあの1つの村の名前なんですねでこのガリラヤ地方については旧約聖書で出てくるんですえっとあ 乗ってないんだけど「イザヤの9章に載っています将来は海沿いの道外国人の住むガリラヤヨルダン川の東の地は神の栄光で眩しいほどになります」というふうにですね予言されてるんですねその予言通りにイエス様はガリラヤから出てこられて宣教も行われたんで本当に予言通りになってるんですけど ガリラヤのことは言われていてもナザレっていう地域についてはあの触れられてないんですで聖書旧約聖書に出てこないっていう物事についてはユダヤの人々はです、ね、軽視しやすいものであったと思われますあの別にあのもうちょっと何もない土田舎だったわけじゃないんですよむしろあの地理的にはですねガリラヤ地方は穀物がよく取れて 牧草にも恵まれているので、えー、牧畜も盛ん、でガリラヤ湖で漁業もできる、で風光明媚であの気候もよくって観光地でもあったんですね、なので国際通商路がいくつも入ってくる、かなり発展した街でした。 なんですけれどもこのイスラエル領土のあの北の方にあったので何度もこの隣国外国から侵略を受けてですねこの地理的な条件から人種は混じり合ってまあ混合的な文化が形成されていたと言われていますで、この混合的な文化が形成されていて人種が混じり合っていたというところからですねこの純潔なるユダヤ人は ガリラヤはまあユダヤじゃないぐらいの感覚だったのかなとなのでえこうあざけりの対象としてのまあ表現にナれっというのがまあ使,っ使われていたんですね。 でこのナザレでイエス様が育ったっていうことはこのユダヤの人々の間違った認識により最後まで救い主であるかどうかケチつけられるポイントになってしまいましたあのナザレで救い主が幼少期を過ごされるとはユダヤの人々は思いもしなかったんですねガレラヤであることは間違いないのにあのちゃんと読んでるはずなのに 思い込みや間違った認識で正しく聖書を読むことができないのは私たちでも起こりうることであってとんでもない結果を生みそうでだから聖霊様と共に読む必要がありますねこの時イエス様は12歳だったんですけども子供は行く場所を自分で決めることはできませんよね今日もね。 朝日真理が来てくれてるし子供は自分で行く場所を決めることはできない行くんやよ言われたら来るし今日はあかんって言われたらしうも来ないし、ね、自分で行くことを決めることはできないで子供じゃなくても、ね、受験もそうだよね就職もそう,もう就職してからも突然人事異動を受けたりするわけで人生の中には自ら選ばずして決定づけられてしまう事柄がたくさんあります。 神のことをするにはまず主によって召された場所を受け入れる必要がありますそれがたとえ人から良いように評価されない場所であってもですどこの地方出身でどこの大学を卒業していてどこの会社に所属していてそして今何をしているのかそしてこれまでに一体何を得てどんなタイトルを持っているのか私たちはそのような 自分自身ではない外面的な要素によって人から定義づけられてしまうことがありますそして自分自身もそれを自分のアイデンティティとしてしまうこともあると思いますそれが世の価値観であり世の見方なんですねこれをですね図にしてみましたこんな感じです あのそう、自分はあるんだけれども、この外的要因、自分じゃないものがプラスアルファとして、アイデンティティの一部になってしまってるっていう状態ですね、これは世ではよくあることです。 私もですねクリスチャンになるまでの二十数年間はこの価値観の中で生きてきたのでよりレベルの高い高校レベルの高い大学世に誇れる職業みたいな感じでなんかそういうのものすごい追ってたし結果とかにこだわりまくってたんですけど私たちはですね世の価値観に一歩も譲ってはいけません世と妥協してはいけないと主が言われるからです もう注意してください私たちが主からいただくアイデンティティに立たないなら間違った方向に進みます私はこのような人でありたいとかクリスチャンならこうあるべきだというですね2つ目のスライドこの本物の真理ではない自己流の理想に向かってしまう時もありますそうすると今の自分と 理想の自分っていう感じでですね自分の中に足りなさを見出してしまうようになるんですね世の考えは持たなくなったとしても私たちは割とこういうふうに考えやすいと思いますクリスチャンであるならとか世に影響を及ぼすならとか なんかそういう間違った理想や間違ったこの考え方で自分のアイデンティティを自分で枠作ってしまう私たちが真に持つべきアイデンティティはこれです。見言葉も載せてていいいただいていますヨハネ録章の5から6 また、確かな商人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように私たちを愛し、その地によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭祀としてくださった方に栄光と力がいよいよ限りなくあるように、アメン私たちは神のために 王国とされましたそして祭祀とされたんですこれが私たちのアイデンティティです3つ目のスライドですね神様が与えるアイデンティティに立つ時そこには私とイエス様しかなくなるんですもう肩書きもない経歴もない理想もないただ 今の私と神様だけしかもその境目もなしそこにはですね不足ではなく恵みがありますそしてこのアイデンティティはさらに私たちとイエス様という4つ目のこのアイデンティティにも発展し得るものですどんな感じになったかな私たちと 私たちと言うこんな感じ私はこの辺にあるんですけどねあの人あの子隣人神様みたいな一人,が一人一人が一つの体の各器官ですそれは私たちの努力によらずに主によって組み合わされこのようにされます私たちはできないこととできることそれぞれありますよね それを全部できるようにならなければならないっていうのは世の価値観ですできないことがあっていいなぜならできないことをできてくださる人がそこにそこにそこにいるからこれが組み合わさって一つの体の各器官となっていくこのアイデンティティに立てるんですでそこには妬みもないえー、なあの人あれができてとかね私はどうせこれができないとかねそういうネガティブもなくなっていく 本当に私と神様との境界線がなくなって一つのアイデンティティになっていくときにこの隣人とのアイデンティティもおそらくなくなっていく本当に一つの体の各機関としてイエス様の中に生きることができるようになりますこれが私たちの努力によらずに主によって恵みによってこれがなされるというのは本当に素晴らしいことですそして ガリラに下ったイエス様がなされたことといえば隣人であるイエス様でいえばまず両親に仕えることでしたこれはですね私たちがすべきことでさえ主が備えてくださっている誰に仕えるべきかということももうすでに主が備えてくださっているもうそれそういうことなんですこれも恵みだと思いませんか 私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのであるとエペソの2の10にありますなんか一つになっていくためにとかね理想のために私はもっとこうしなきゃあしなきゃとか隣人を愛するためにどうすればとかっていうねもうほんとそうやってもがくのでなく 主が召してくださった場所で主が言われることを主と共にするだけでいいものすごくシンプルですよね。今日の聖書箇所に記述された12歳のイエス様は信仰的な意味での大人の一人として初めて杉越の祭りに両親と共に参加されました。 おそらく一人ででの行動があの許されたんでしょうだからですね、丸一日、息づく道のりを息切るまで両親は少年イエスがいないことに気づかなかった、ね、私も親ですから自分の子供が3日間も見つからなかったら正直、ぞっとします、はい、もう3日目にもなると最悪死んでるかなってっ多分い脳裏をよぎらないはずがないと思うんですけども。 あのイエス様は、ね、もうケロッとしててくれたからよ,よかったもののマリアも思わず何してくれたんですかって怒ってますねなど,うしてどうしてこのようなことをしたのですかっていうね、はい、もうイエス様の家族は毎年杉越しの祭りに参加していたのでもうこの時期が来るためにもうあんた12歳の時に突然いなくなって本当にびっくりしたんだからねってね毎年ネタになってたと思います。ね、でもうこの杉越の越祭り 3日間発見なんかこのねワードが並ぶとわーおそうなんですねすでにこの十字架と復活が予兆されていたかのようですよね母はこれらのことを皆心に留め置いたその,マリ,ア様のマリアの目にはですねイエス様の十字架はどのように映ったのかなって思いますこの時12歳のこの時は悟ることはできなかったけれどもその十字架を見た時に なんかあってあって思ったんじゃないかなってそして他の人が抱いている絶望とは違ういやこれはいやこれは神の仕事をしているっていう確信と平安がマリアにはねあったんじゃないかなこのズタボロにされながらも十字架の上で毅然としておられるイエス様ですよもう映像で見るとねもうむちゃくちゃになってるんでもう見てられへんってあ、ね、ってこううって。 けど聖書を読むとむちゃくちゃ毅然としてますよねもうこのイエス様のご様子にマリアはね他の人とは違うものを直感してたんだろうなって思います子供から大人へと成長するその途中であるはずなのにすでにイエス様には救い主キリストとしての生き方が凝縮されています12歳のイエス様から私たちはこのクリスチャンとして 途中であっても神によって完全とされるというこのあり方を学ぶことができます。私たちは途中でであっても完全なんです今振り返ると失敗もした恥さらしなこともした、ね、そういうことがあるかもしれないんですけれども途中であっても神が完璧としてくださってるんです。 失敗すべき時に失敗し恥をかくべき時に恥をかきそして神の恵みを知るというこのプロセスの中にいるだけなので私たちはですねこのイエス様のあり方これを途中の歩み方としたいイエス様のこのご指定にですねあと何を付け足す必要があるでしょうか何にも付け足す必要ないですよね。 私たちはなぜまだ変わりたいと思っているんでしょうか私たちはなぜ成長したいと思っているんでしょうかもちろんスキルアップは必要世で受け入れられやすい人になるためにイエス様もユダヤ社会のことを人から学ばれましたスキルアップは確かに必要かもしれないでも人としてアイデンティティの問題で 変わりたたいいととかか成長したいとかなぜそこに私たちはとらわれすぎているんでしょうか不足や欠点や自分の陥りやすい罪の性質を見すぎているかもしれません私たちにあと何を付け足す必要がありますか何にも必要ないんですイエス様がすべて満たしてくださっているからです 皆さんで一緒にお祈りしたいいと思います私たちは人生の中で望まない場所意図しない方向人に誇れない領域人にとやかく言われる場所状態に召されることがあります。 それをとやかくく言ってくるのは人です自分でもそれを誇ったり誇れなかったりするのは人間だからです神様はそのように見ておられません必要があって神によってそこに召されています今日人生の中で 望まない場所や人に誇れない状態に陥らされていると感じて気に病んでおられた方思い患っておられた方もしいらっしゃったら手を挙げてくださいますかありがとうございますありがとうございます皆様のために祈ります天皇・お父さん神様 あなたは良いお方であなたが持っているご計画は災い与えるものではなく希望と将来を与えてくださるにもかかわらずあなたから頂けるはずの平安を失ってこの世の基準にとらわれていたことを許してください私たちは望みを抱き目標を持ちますけれどもでも主だけが 私たちを満たすゴールであってそしてまたスタートでもあるそこにいつも満足することができるようにどうぞ精霊様を送って助けてください今の状況を召されている方向を置かれた場所を神の目によって見ることができるようにどうぞ目を開いてくださいあなたがそこで 私たちにすべきことさえも備えてくださっていることありがとうございます誇れない状況だからこそあなたとともにできることがあること感謝します全部恵みですどうぞなすべきことをあなたが教えてくださいそれをすることができるように勇気を与えてくださいそれをするために必要なものは全部あなたがもうすでに 用意しててくださっているこの信仰をもう一度燃え上がらせることができるようにどうぞ油を注いでください主の恥となるのではなく主の栄光となることができるようにそれは結果によってではなく主とどのように歩むかによって栄光を表すことができるように自分ができたことによって自分を誇るのではなく それをさせてくださった神を誇ることができるそのような人生を用意してくださっていることありがとうございます他の誰よりも高くイエス様の名を掲げることができるこの人生を誇りますイエス様あなたの名前を誇りますイエス様このような力強い信仰をありがとうございますまた私たちのアイデンティティはどこから来て そして今はどこにいいてて何をしているかではありませんどのような存在であるとどのような民であると神が見ておられるその一点だけです。主よあなたは私たちを王国とされました私たちの体も思考も言葉もやることなすことすべてあなたのものですあなたが王で私たちはそのものとされた王国です。 今日主からいただけるはずのアイデンティティではなくそれらしいクリスチャン的なあるいは予的なあるいはご自分の理想を追っていたなと思われる方今日正直にそのことを主に明け渡し罪言い表すことができる方いらっしゃったら手を挙げてください。 ありがとうございます。ありがとうございます。祈ります。で、お父さん、神様、私たちを愛し、私たちを罪から解き放ってくださったことありがとうございます。すべての理想ですら捨てます。あなたがもうおられるからです。私たちが抱く理想はまやかしです。 人かからら言われたたももののあるいは自分から出たものです主をあなたのアイデンティティだけに立つことができますように私たちは天と地のその間を結ぶ祭祀として召されましたその尊き仕事をすることができますように神の仕事をすることができますようにそのために神の家にとどまることができますように本当に祭祀のように 出る言葉がすべてあなたへの祈りのようなものでありますようにどうぞこの新しいアイデンティティを一人一人に植えつけてください種をまき根を生やし芽を出しそして大きな大木にしてくださいイエス様あなたはからし種ほどの小さな信仰も大きくしてくださるお方だからです あなたが与えてくださったこの祭子というアイデンティティ他にもあなたが私たちにくださった聖書から来る正しいアイデンティティを日々あなたとの会話の中で毎日発見することができますように聖書のアイデンティティに毎日立つことができますようにまたそれができない時も あなたが完璧としてくださることありがとうございます。すべてを益とし、働かせてくださることありがとうございます。主の皆を賛美し、お祈りいたします。アメンまた今日、イエス様のことについて初めて知ったよと言われる方、またイエス様のことを聞いていたけれども、なんか信じてみたいな。この人と、このお方と、 一つのアイデンティティになりたいなという方いらっしゃったらイエス様に私がそうですと手を挙げてくださいますかビデオの向こうの方のためにもお祈りいたしますここに来てくれた会場のみんなでそのようなお一人お一人のために祈りましょうで、お父さん神様あなたが 新しいアイデンティティを与えようとしてくださっていることありがとうございますたくさんの苦しい過去がありました今も辛いことがあります悔しいことがあります望みも失い希望も失い目標も失い成長する気力をも失っておられる方いらっしゃいますそれでいいと言われるイエス様がここにおりますすべての重荷を下ろしてイエス様のもとにどうぞ歩んでください どうぞ言ってくださいあなたを完璧としてくださる神様はここにおられますあなたが完璧になる必要ありませんイエス様が完璧だからですイエス様はあなたと人生を共に歩むことを願っておられます待っておられますどうぞイエス様そのようなお一人お一人の心に働いてくださり信仰をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします すべての思い煩いお祈りして愛するイエスキリストあなたのお名前によってお祈りいたしますアメンアメンでは最後に宣言文を読みたいと思いますでは みんなで声を合わせて呼んでいきましょう。せーの。イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。アメン。今日はですね、あの